では、遺伝子の本体が DNA であるということを証明した実験について説明します。ちょっと初めから雑談って申し訳ないんですけど、実はね、昔の人はね、タンパク質こそ遺伝子の本体なんじゃないかなってね、多くの人が考えていたんですね。やっぱりタンパク質ってものすごくたくさん種類があるから、なんとなく、まあタンパク質が遺伝子の本体だろうなって多くの人が思ってたんですね。でも、皆さんもう知っての通り、 遺伝子の本体は DNA だったんですねたった4種類の、ね、塩基しか持ってない、ね、DNA、ね、単純な物質に一見見えるかもしれないんだけどその塩基の並びに実は膨大な遺伝情報が隠れていたんですね多くの研究者はえタンパク質が遺伝子の本体じゃなかったんだって、ね、驚いたんですねではグリフィスの実験見ていきますグリフィスさんというのはお医者さんです肺炎の研究をしてましたグリフィスさんの使っていた実験生物は肺炎層球菌 これは別に、と、菌でも動物でもなくて、幻覚生物である細菌の仲間です。で、肺炎送球菌には2つの種類があって、タイプがあって、R 型っていうタイプ。この子はね、実はね、情けない顔してるけど、病原性ありません。肺炎送球菌と言いながら、肺炎起こす力ありません。R 型菌をネズミに注射しても、ネズミピンピン生きてます。あの、これ、なんでかっていうと、あの、ネズミの白血球に退治されちゃうんですよ。あの全然弱いんですね。で、一方、S 型菌っていうのは、もうね、すげえ怖い顔してるでしょ。ね、この子はね、 病原性があります。S 型菌をネズミに注入すると、ネズミは、ね、肺炎にかかって死んでしまいます。もう、エ S の S って覚えようね、エ S の S ね。<S これはちょっと発展だけど、なんで S 型菌が病原性を持ってるかっていうと、この強膜っていうね、RPG でいうね、超強力な鎧みたいなのをまとってて、これね、食細胞による鈍色から逃れることができるってね、どういう意味かっていうと、食細胞ってあのネズミのね、ネズミの体を守ってる細胞。 えっとネズミの体には食細胞っていう細胞がネズミの体を守ってて、ばい菌とか食ってるんですよ。で、その、その食べちゃうぞっていうネズミの体の、なんていうの、ガーディアンから、この強膜は身を守ることができるんですよ。だから、ネズミの体を守るやつらの攻撃を防いで、ネズミの中で増えまくって、ネズミを殺してしまうっていうことで、S 型菌は強膜を持って病原性があるんですね。 さあ、早速クリフィスの実験見てみましょう。クリフィスさんは R 型菌をまずはネズミに注射してネズミが元気なことを確かめました。これは超簡単ね。これも簡単だよ。次に病原性のある S 型菌をネズミに注射したらネズミは死んでしまいました。なんでかっていうとね、病原性のない R 型と違って S 型菌は病原性がありますからね。ここからちょっと難しいよ。 S, S 型菌を加熱して殺したものをネズミに注射したんです。やっぱり S 型菌といえども、ね、あのグリフィスさんに加熱されて殺されてしまえば、病原性は失ってしまって、それを注射されたネズミは、やっぱり元気ピンピンに生きることができました。ここから超重要です。ここから超重要です。グリフィスさんは次に、 加熱して殺した、さっき使ったような、加熱して殺した S 型菌と、生きた R 型菌をネズミに、二つ合わせて注射しました。これ、本当はネズミは死なないはずだよね。だって、加熱して殺した S 型菌を注射してもネズミは死ななかった。病原性のない生きた R 型菌を注射してもネズミは死ななかった。だったら、この二つを合わせて注射したって、ネズミは死なないと思うよね。 ところが、実際、グリフィスさんはとても驚いたんですが、ネズミは死んだんです。ネズミは死んだんです。そして、この死んでしまったネズミの体内から、我々が注射した覚えのない、生きた S 型菌が検出されたんです。確認してください。我々、生きた S 型菌は注射していません。 それでグリフィスさんはどう考えたかっていうと、死んだ S 型菌に含まれていた遺伝子の本体、何かわかんないけども、その遺伝子の本体が R 型菌に取り込まれてで、R 型菌が S 型菌に変身したんだろうって考えたんです。この現象を形質転換と言います。あの、形質が体の特徴、ね。で、くるっと変わっちゃうっていう意味で転換。ねえっと まあ、星のカービーみたいだね。星のカービーもあれなんか敵の、ね、DNA、ね、遺伝子を取り込んで、ね、自分の形質を変えてるけど、まあ、星のカービーみたいに R 型菌が S 型菌の何かを取り込んで、S 型菌に形質転換した,したんだろうとグリフィスさんは考えたんですね。皆さんはね、もう知ってるかもしれないけど、この遺伝子の本体、ね、これは DNA なわけですね。死んだ S 型菌に含まれてた S 型菌の DNA が R 型菌に取り込まれて、 で、R 型菌が S 型菌に形質転換したんですね。この、肺炎送球菌って幻覚生物だけど、幻覚生物ってね、そういうことできるんです。外にある DNA を取り込んで、自分の DNA につないで、ね、形質を変えるってことがね、実はできるんですね。次に、エイブリーの行った実験について説明します。エイブリーさんは、S 型菌の抽出液、ね。抽出液っていうのは、S 型菌をこうドロドロに壊したもんだね。 S, S 型菌の抽出液。これを DNA 分解酵素で処理した。DNA を分解してしまう酵素で処理した。S 型菌の持っていた DNA は分解、ここでされてしまう。S 型菌の抽出液を DNA 分解酵素で処理して、それと R 型菌を混ぜてもケース転換は起こらないってことを示し,した。それはそうだよね。S 型菌の DNA を、DNA が R 型菌に取り込まれることによって、ケース転換が起こるんだから、 S, S 型菌の DNA を、ね、壊しちゃったら、ね、ケース転換が起こんないよね。そしてさらに S 型菌の抽出液を今度はタンパク質分解酵素。タンパク質を分解してしまう酵素で処理して、ね、それを R 型菌と混ぜてもケース転換が起こる、ね、ことを示した。まあ、それは S 型菌の DNA は、ね、無傷なわけだから S 型菌の DNA が R 型菌に取り込まれて、ね、ケース転換が、R 型菌が ケース転換を起こすことは可能だよねこれはねたあの、遺伝子の本体はタンパク質でしょうね。タンパク質に遺伝子があるんじゃないのって言ってる人をこう黙らせる、ね、ための実験だよね。ほら、タンパク質壊したって、ケー転換起こるじゃん。ね、だからタンパク質に、ね、タンパク質が遺伝子だったわけじゃないんだよ。DNA こそ遺伝子の本体だったんだよってことを示したんだね。 一応の確認してね、DNA 分解酵素を混ぜてるんだからね。これ別に DNA を混ぜてるわけじゃなくて、DNA をボコボコに壊しちゃう酵素を混ぜてるってことを注意してね。DNA をボコボコに壊しちゃったら、えっと、ケース転換が起きなかった。ってことは、ケース転換に必要な物質は DNA スったんだって分かったってことね。一応ね、今でもね、えっと、現代の生物学でもこの手法はとってもとってもなんていうか、使われてて、まあ、例えば、えっと、 黒板消しを壊しちゃったら黒板が汚くなった。あ、じゃあ黒板消しって黒板をきれいにするものだったんだっていうような研究なんですね。あ、この遺伝子を壊したら、あ、羽がなくなっちゃった。あ、じゃあこの遺伝子って羽を作るために必要だったんだみたいなね。まあそんな風なね、研究の手法なんですエイブリーさんも DNA 分解構想で DNA を壊したことでケース転換が起こんなかった。あ、じゃあケース転換を起こす原因物質って DNA だったんじゃんって分かったってことです。 もう一回確認すると、エイブリーさんは S 型菌の抽出液を DNA 分解酵素で処理して、S 型菌の DNA を壊してしまったら、いくら R 型菌と混ぜたって、ケース転換をこらないことを示したんですね。だからね、あの、本によっては、エイブリーさんが DNA が遺伝子の本体だってことを証明したって書いてる本も多いです。こうやって覚えようね。えっと、 エイト分解エイブリーと覚えよう。ね。8分解エイブリーね。8DNA を分解するイメージ。8分解エイブリーね。ただの語呂合わせですね。忘れてください。では、ハーシーとチェイスの実験に行きます。チェイスは女性の方ですね。彼女らの実験は、もうね、その材料を選んだ時点でもう決着がついたって言われてる有名な実験です。彼らが実験に使ったのは、このバクテリオファージって呼ばれるウイルスです。 ウイルスは生物ではありません。細胞でできていません。細胞膜も持ちません。まあ、あの T2 ファージっていうタイプのあのバクテリオファージです。これ何でできてるかっていうと、まず DNA と周りを覆うタンパク質。以上なんですよ。<laughs> こんなシンプルな物質があるんですね。それがウイルスなんですよ。えっと、まさに DNA とタンパク質、どっちが遺伝子かを決める実験のためになんか生まれてきたような、まあ、生じてきたようなウイルスですよね。 このバクテリオファージっていう意味は、バクテリオが細菌で、ファージが食うっていう意味で、細菌を食うっていう意味です。どういうことかっていうと、あの、バクテリオファージって大腸菌っていう細菌、大腸菌って細菌の仲間なんで、大腸菌に感染して、大腸菌に取り付いて、で大腸菌の中に自分の DNA 注入して、大腸菌の中で無茶苦茶大腸菌の細胞内の材料を使ってガンガンに増えて、で、最終的には大腸菌の細胞膜、細胞壁、ぶち破って無茶苦茶に出てくるっていう、そういう増殖するウイルスがこのバクテリオファージです。 なんか怖いと思うかもしれないけど、えっと、大腸菌にしか感染しない、あの、人には感染しないんで、よく、あの、生物的な実験に使われている、このウイルスです。まず、めちゃめちゃに説明する、めちゃめちゃ単純に説明するとこんな感じ。これが大腸菌の、えっと、細胞で、そこの表面に取り付いて、DNA だけを大腸菌の中に注入して、で、大腸菌の内部で子供を作るっていうような、あの、このウイルスの増え方です。 じゃあちょっと詳しく見てみましょう。これが大腸菌の細胞で、その表面にこうやってガチャッ、ガチャっと取り付きます。で、中には、えっと、DNA が入ってます。ハーシーとチェイスは、この DNA を標識しました。では、えっと、入手で生物基礎を使う人のために、ちょっと発展触れておくと、 まずね、DNA とタンパク質ってね、どこが違うかっていうと、もちろんあの形も違うんだけど、含まれる元素が違うんですよ。DNA は CHONP、タンパク質は CHONS っていう元素でできてるんです。まあ、チョンプ、チョンスって覚えよう。で、ハーシーとチェイスはどんなことしたかっていうと、放射線を出す P。これ P っていうのは繰り返すけど、DNA にはあるけど、タンパク質にはない元素だ。 放射線を出す P を用意して、それを取り込ませた DNA、つまりこの DNA には放射線を出す P が入ってるわけだから、この DNA は放射線を出すようになる。でそうすると、放射線が出てるところを検出すれば、DNA がどこにあるかが分かるんですよ。それをさっき言った、あのそれこのことをさっき言った標識って言うんですね、えっと。放射線を出すように、DNA が放射線を出すように再構しておくと。そうするとこの DNA が どこに行ったかがわかる。まあもう、あの、速攻でネタバレしちゃうと、まあ、結局この DNA は大腸菌の中に入って、大腸菌から放射線が観察されて、ほらねって、DNA しか大腸菌の中に入ってねえだろうって。で、大腸菌の中でファージの子どもがいっぱい生まれてんだから、遺伝子は DNA しかありえないよねって証明したのがハーシとチェイスの実験です。じゃあね、えっと、戻って、えっと、またね、あの、最初から見てみましょう。ハーシとチェイスは DNA を標識しました。 そして、ファージは、タンパク質でできた殻を残して、DNA だけを大腸菌に注入します。ファージチェストはこのように、大腸菌に D2 ファージを、バクテリオファージを感染させました。次に、攪拌によって、バクテリオファージのタンパク質の殻を、大腸菌から振り落としました。まあ、攪拌っていうのは、えっと、よくかき混ぜることね。次に、遠心分離によって、 大腸菌を試験管の下の方に移動させました。まあ遠心分離ってまあ簡単に言えば試験管をね、これちょっと図が変だけど、こう試験管をぐる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 高速で回すような操作ね、遠心分離。軽いファージのタンパク質の殻は試験管の上の方に移動します。まあこんなふうにね、えっと、重い大腸菌は試験管の底に、軽いタンパク質のファージの殻は上に移動します。で、我々が初めに標識した DNA ね、 標識された DNA は試験管の底の方から検出されました。つまり、大腸菌の中に標識された DNA が入っていた。DNA だけがね、ファージの DNA は大腸菌の中に注入されて、で、大腸菌の中で、ね、コファージが作られるわけだから、DNA に遺伝子があるんだ。DNA が遺伝子の本体なんだってことが確かめられたんですね。えっと、ちなみに、ハーシーとチェイスは タンパク質を標識したバージョンの実験もやってます。DNA ではなくて、タンパク質を標識した、えっと、バージョンの実験もやってます。すると、試験管の上の方に、ね、標識したタンパク質が検出された。ね。これも、このことからもあ、タンパク質は大腸菌の中に入ってない。DNA が大腸菌の中に入ってるんだなってことがわかりますね。ちょっと繰り返しになっちゃうけど、今の話もう少し丁寧に、えっと、見てみると、 DNA の、ね、P、ね、リンを標識したら、大腸菌の中に、ね、そのリンが検出された。あ、DNA は大腸菌の中に入っているんだな。ファージの DNA は大腸菌の中に注入されるんだなってことがわかる。で、ハシド・チェイスはそれとは別に、タンパク質の硫、ね、黄、ね、タンパク質の S、タンパク質に含まれる硫黄を標識して同じ実験を行ってみた。したら、大腸菌の外、ね、大腸菌の外に、この 標識した硫黄が標識した S が検出された。あってことは、タンパク質は大腸菌の中に入ってないんだなってことが分かったんだね。で、ちょっと、えっと、また話を戻すけど、こんな風にファージに注入された DNA は、こんな風に大腸菌の細胞内で複製されて、さらにね、あのファージのタンパク質でできたからもガンガン作られて、 大腸菌の中でコファージがいっぱい作られていきます。もうね、こんな5匹どころじゃなくて、もう書ききれないくらい、むちゃくちゃにコファージがいっぱい作られて、最終的には大腸菌の細胞膜、細胞壁をぶち破って、外にいっぱい飛び出してくるわけです。これがウイルスの増え方なんですね。どっからこのファージのタンパク質とか湧いてきたのって思うかもしれないけど、このタンパク質のアミノ酸とか DNA の、DNA のヌクレオシドとか、 そういうあの材料って全部大腸菌、自分のものなんです。大腸菌ってウイルスにね、あのちょっと例え話だけど、ちょっと騙されてね、あのある種騙されて、えっと、自分の体を作るつもりで、ウイルスの体をどん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 作ってしまうんですね。なんか大腸菌ってマヌけウイルスに騙されてやんのと思うかもしれないけど、さまざまなウイルスが人の細胞で同じことをやってます。我々の人の細胞も、自分の DNA とねあの外から 注入された DNA を区別できずににウイルスに感染することは,あるわけです、ね、ではまとめです定期考差で平均点ぐらい取れればいいかなって人はねこれだけ見てもいいかもしれないちょっとね詳しく説明しすぎちゃいましたでは、えっと、遺伝子の本体が DNA だとわかるまで実験が複雑すぎてこの目的見失っちゃう子がとっても多いけど今まで話してきたことは全部一つのストーリー遺伝子の本体が DNA だってことを証明して,してきた人類の一つのストーリーだったことを忘れないように グリフィスはケース転換を発見しました。エイブリーがケース転換の原因物質が DNA であることを発見しました。で、ハーシドチェイスが遺伝子の本体が DNA であることを証明しました。これね、遺伝子の本体が DNA であるって言い方はあのまんま、そのまんまフレーズとして、ね、問われることがあるから、ちょっと注意しておきましょう。以上、遺伝子の本体が DNA だとわかるまでの様々な実験でした。